クマさんがいると真っ黒だからすぐ分かると思います。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.よしよし、どんどん進める、どんどん進むぞ。あ、お化けのやつだ。これ前にどっかの山で会いましたね。よし、あれか、あれか、私は元気、あれかも大好きと、歌うよ、こう、おおおお、掴んでいくのかな。はい、あ、やばい、めっちゃ楽しいな。川まで出れた。綺麗な場所、すごい透明な綺麗な水です。泳ぎたくなっちゃう。なんか結構涼しいなと思ったんですけど、歩いてたらすごい暑くなってきちゃった。なんかさ、学校で習ったリアス式海岸みたいじゃない？シューズが慣れてないから歩きづらい。スキーのシューズみたい。まだ雪が残ってる。全然寒くないんですけどね、雪があるの不思議。寒いのに雪があるんだよ。どういうこと？山からね、涼しい風が来てるし、暑いんだけど不思議な感じです。すごい不思議な場所。水冷たい。セミの声が聞こえます。ねねねね、ちょっといつも聞く声とは違う。さっき教えてもらったんですけど、エゾセミエゾっていう名前だそうです。お、はい。あ、すいません。ありがとうございます。岩名さんがね、25センチぐらいがいいと思います。後ろを見て引っかかりそうかな。うん、その辺、そこまでストップ。おお。やる気は十分。さあ頑張ろう。出た。そしたら向こうの岩のギリギリぐらいを、ああいいですね。お、いるいる、手前。砂地のとこにも、ね、うん、でその手前にでかいのが今来ました。おっ、首の振り方が大きくない？外れてます。そしたらそれはキープしましょう。最初全然釣れなくて、やっぱ私釣れないのかなと思ったんですけど、よかったです。大きいのがさっき釣ったイワナを食べるために串を作ります。で、今回はこれブッシュクラフトさんのナイフを使ってみたいと思います。いつも使ってるのより小型なナイフでフィッシュって作ったことがないんだけど、めっちゃ綺麗です。すごっ。小さいけどすごく切れ味が抜群で、すごいな。こんなんでいいのかな。こんな感じで焼きます。焚き火台、私初めて見たんですが、これもブッシュクラフトさんの焚き火台で、メタルマーチもブッシュクラフトさんのです。この形、こっち初めて見ました。これでもつくのか、やってみたいと思います。上州屋で買ったターボライターそれではちょっと私では力不足だったので、上州屋さんで買ったターボライターで今日はつけます。塩焼きです。もうこれをずっとしたかったの。川で釣って川で食べたかった。自分で釣ったイワナちゃん、いただきます。ガブって。おいしい。すごいおいしい。魚の味です。川魚っていう感じの味。おいしい。ずっと食べたかったよ、君は。最高。すごいなぁ。あ、またなんか違う植物の。え、これですかね。お、雲。トルネード。25分です。で、7時になるとちょっと怖くなるんで、それまでにいいやつがいてくれれば。手前の方からじりじり無理ない距離で、はい、詰めてきます。はい、抜けた？もうちょっとだけやってみます。ああ、川の釣りはここでおしまいになります。見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。楽しかった。